では仙台のスタメンです。前節の千葉戦から6人が入れ替わっています。ゴールキーパーは林、最終ライン右から八須賀、小出、福森、秋山、中盤の底に長澤、2列目は右に松崎、左に木田、中央に鎌田と前節ゴールの中島、ワントップは山田が入ります。対する熊本のスタメンです。中2日ですが、前節徳島戦からはスタメンの変更2人です。ゴールキーパーは田代、最終ラインは5試合連続同じ3枚、黒木、江崎、大西です。中盤の底に上村、右に豊田、左に竹本、トップ下に平川がスタメン復帰です。前線3枚は東山、相原、松岡が入ります。さあチャンス、鎌田、松崎、さあ右サイド、中にはすでに3人いる。クロスですが、ここは体に当たる。もう一度八塚、左足で中に入れてくる。ここはクリアです。ただもう一度秋山が奪ってシュート。奪われた後もすぐに奪い返し、この秋山のシュートでした。松崎、1対1、左足出します。ヘッドでつらしてこぼれたところにはいませんでしたが、倒れた、ファールの判定です。ペナルティーキックになりました。仙台クロスを入れたところで、その競り合いのところでのファールだったでしょうか。そうですね、引っ張ったという判断をされたんですよね。はい、さあ木田、右に決めてきました。ペナルティーキックを決めた木田です。先制仙台、前半からスコアを動かしてきました。ホームユアテックスタジアム仙台、田代のプレッシャーをうまく見出して自ら得た PK を決めました。ここの勢いには乗っていきたいという気持ちがあるはずです。ただ熊本もその3連勝をしてきた勢いがあります。クロスを入れる、こぼれる、最後走り込んできたのは先ほど PK を決めた木田です。松崎選手、この切り返しからの高速クロスですが、これは狙いあったと思うんで、木田選手は信じて入ってきましたよね。さあコーナーキックは仙台です。キッカーは中島です。中島、中央に入れる、ファーサイドからのヘッド、八須賀のヘッドでした。八須賀選手打点高かったですけどね、少しタイミング合いませんでしたね。前々節の栃木戦でもコーナーキックから得点が生まれました。平川のコーナーキック、ファーサイド、ここのシュートは林がキャッチしました。相原からつながる、上村倒されて大崎が右に出してつながりました。相原、上村、逆サイド出す、マークには8スカーついています。早めに入れる、スルーして大崎のところ、そしてシュート、最後は平川がシュートに行きましたが、ゴールキーパー林見事なセーブを見せました。いや、ここの平川選手のスルーのアイデアですよね。大崎選手の落としも素晴らしかったですし、まあ、平川選手のこのスルーしてからの背後ですよね。ですね、前にボールを持っていきます。仙台はプレッシャーをかけます。小出、うまく対応しました。長いボールを蹴る、ここで長い笛が鳴りました。仙台が3連敗でストップ。ホームで久々の勝ち点3を得ました。前半PK で得た1点を見事に守り抜き、勝ち点3を上積み、ホームで見事な勝利を挙げました。